今中断されたっぽいです。ごめんなさい、一瞬切れたかもしれない、申し訳ないです。はい、グッズ門座に問い合わせたら門座の当日券は誰でも購入できるそうです。どういうこと？門座の当日は、ああなるほど、あそうですそうです、単独ライブもし来れない方もグッズ販売はしますので、大阪道頓堀限らず、現地に行ってもらえさえすればチケットがなくてもグッズは買えますので、はい、ぜひぜひ、でもしかしたら当日券もあればなぐらいの感じで来ていただけたら、特に道頓堀の門座はすごいいい場所で、本当観光地の中にあるので、もし我々の単独見れなかったとしても、まあ、グッズ買ったりだとたこ焼き食べたりだとかいろいろ見るところはあると思いますので、ぜひぜひお暇な方はフラッと寄ってみてくださいということですね。で、当日券出ないのかな、その、まあまあ無責任なことは言えないんであれですけども、まあ、東京大阪ももし当日券出るようであればすぐにツイッターなりなんなりでアナウンスしますので、ぜひぜひ見てくださいということでございますね。はいはい、それぐらいですかね。はい、相沢さんの感じを教えてください。はい、相沢さんはですね、もうパッてそのネタが出て盛り上がってわーってなってる段階で、相沢の愛は相手の愛ですね、奇変に目で、ざわは、難しい方のざわです。三髄に難しい方の沢で相沢さんです。はい、多分これ DVD には人探しみたいなタイトルで載ってるのかな。僕らはまあ相沢さんって言ってるんですけど、相沢の座は難しい方の沢で、それだけ覚えて帰ってくださいと、はい、いうことでございます。で、もうぼちぼち、はい、僕もねちょっとお仕事があるんで行きますけども、グッズは東京でも買います、東京でも買います。グッズはその日しか売ってないですか、単独中期間中は売ってます。はい、でもしかしたらもし売れ行きよかったらもう常に門座で売ってくださいよとは言ってあるので、まあそれは分かんないですけども、とりあえずグッズは、東京の新宿門座でしたらチケット4階のチケットをこう買うところの横にショップがあるので、そこで僕らのグッズは単独期間中は売ります。はい、期間中というか門座で公演してる間は売りますので、うん、当日は売りますので、ぜひぜひ見てくださいということで、相沢さん、そうです、相沢さん、その相沢です、皆さん会ってます。はい、緊張します、緊張するよ、本当に緊張しますよ。でもまあまあ2人でね、爆笑しながら作ったやつなので多分面白いと思いますので、皆さんぜひぜひ楽しむ感じで見てくださいということでございます。はい、そんなわけでですね、もう150人を超えようとしてますけども、明日からちょっと単独ライブいいもの見せたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん当日券も出ると思いますので足を運んでください、よろしくお願いします。はい、以上ですね。はい、そんな感じで今日は終わりにしたいと思います。ちょっと警察が来ないのはすごい幸いですけども、まあ ランナーの方はいらっしゃいますからね、はい、少しでも快適にジョギングができるようにピシャピシャ、そろそろ僕はこの辺で行こうと思いますので、皆さんありがとうございました。本当短い間ですけれども、以上でですね、この辺で終わりにしたいと思います。後ろシティの話でございました。明日は多分、あれ新幹線の中かな？わかんない。でもどっかでちょっとでもやりますんで、ぜひ見てくださいということでございます。はい、皆様おやすみなさい。まるで玉手箱、後ろシティの玉手箱、てん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 、バイバイ。これたまに同じ人が通るからぐるぐる回ってんだな、多分これ。バイバイ、おやすみ。